こんばんは、耳の上ムービーです。今夜の耳の上ムービーは伏見稲荷の参道稲福さんでお昼ご飯を食べてきました。伏見稲荷の参道はなぜかスズメやうずらといった小鳥の丸焼きが売られています。この店も店先でうずらが焼かれていたので注文しました。照り焼き風の甘いタレがたっぷりつけられたうずら、山椒が振られているのが何とも言えなく憎い。頭も骨も食べられますと言われた。身がたくさんついているように見えたんで、骨ごと食べても骨はそんなに気にはならないだろう、そう思って一口。見た目よりも身はついていないようだ。骨をかじるボリボリという音が頭に響く。これはなかなか強力な食感だ。そうこうしている間にニシンそばがやってきた。熱々のかけそば、ニシンの甘露煮のトッピング、嬉しい。雨に降られて冷えた体が一気に温まる。そばどころじゃないんだから、観光地の食堂なんだから、そば自体のクオリティがどうこうというような野暮は言うまい。関西の透き通ったかけつゆ、あっさりしているように見えるがだしの味がしっかりとする。少し遅めの昼食、空腹にそばが心地よく染み渡る。時々ニシンをかじってみる。甘露煮の味とニシンの味とそばの味とつゆの味、混ざり合うのがうまい。うずらもまだ残っている。かじってはまたそばをすする。これまたそばの味に変化がついて楽しい。このニシンそば、冷める前にほとんど息食いの勢いで食べ終えてしまった。そしてうずらも完食。最後はだしを飲み、取っておいたニシンを食べ、これで伏見稲荷の昼食は終了。この後高速道路で名古屋へと帰る。ニシンそばとうずらが帰りの元気となるだろう。耳の上ムービー耳さんは皆さんからチャンネル登録されると喜びます。